イースター・ビルヘルミーナ・テキストリウスはスウェーデンの女優、オペラ歌手である。喜劇の役柄で知られている。イースター・テキストリウスは1883年8月22日にスウェーデンのベステロースで生まれた。1904年に俳優のオスカー・テキストリウスと結婚した。オスカーにとっては3度目の結婚だった。テキストリウスの女優としてのキャリアは彼女が 劇場の指揮者だったエミル・ヒルバーグの募集に応じたことから始まった。彼女の舞台デビューは1901年ハルムスタッドのハルムスタッド劇場で自由一種という演目のポーラという役だった。彼女はヒルバーグと女優のジョセフィーナ・グルバーグの下で修行を積んだ後、地方の劇場を回って演技した。それは3年間にわたったが、 彼女には有名な王立ドラマティックシアターの俳優、グスタフ・フレドリックソンと共演する機会があったからである。この間、彼女が好んで演じたのは、アルト・ハイデルベルクのケーティの役だった。ちょうどその頃、彼女は将来の夫と出会った。1907年テキストリウスは、首都ストックホルムのユール・ゴーデン劇場での、お父さんという芝居でデビューを果たした。そしてまた、 ライクラフォンというオペレッタを3種類録音した。1909年と1910年に彼女はアントン・サルムソンと共にストックホルムに新たにオペレッタ劇場をオープンさせた。この間に彼女はとても多くのオペレッタを演じ成功を果たしたが、まだ自分の演技は不十分と考え、演技の後は自分の演じた役について話すことを好んだ。彼女はまたレビューも演じた。 1911年に二人はアンナ・ホフマンの短編映画ストックホルムの誘惑を共同制作した。けれども1940年代にテキストリウスは一握りの映画やほとんどの喜劇の役割に飽き足れることはなかった。1912年までに彼女はオデオンレコードに何曲かレコーディングをした。 1919年から1925年の間、テキストリウスのデュオは、用手彫りで活動したが、テキストリウスの夫がディレクターとして、職を得たストックホルムに戻ってきた。イースターも管理者として、共に働いた。1939年イースターは、未亡人となった。そして、彼女の最終ステージとなる、ポーライン・ブルニュースの演劇を、王立ドラマティックシアターで演じることになった。 テキストリウスは1972年2月13日、ストックホルムで死去した。88歳だった。ありがとうございます。